目覚めの時が来た。行け、レオパルド。三つの乙女回路を奪ってくるのだ。はっ。奴らの乙女回路が手に入り次第、最終プロジェクトに入るぞ。ザ・ベルベルク2世の改造を急がせます。うん。私もジャパネスに向かう。ゲッテル、留守を頼むぞ。は、お任せください。美しい星だ。ええ。こうして見ていると、地上の荒廃が嘘のようだ。科学が人類を惑わさなければ。私も科学者よ。すまない。考えてみればこれも科学の恩恵によるものだ。君のために作った。名前はローレナイ。ファースト、旅立ちの記念に。ありがとう。それじゃこれを新しい星に植えましょう。どこかにある希望の大地に。ああ、そうしよう。時は来た。今我が思いは300年の時を超える。あまかける思い。いただきます。おかわり。あら、早いこと。だってこのお茶碗で食べると美味しいんだもん。おかわり、おかわり。はいはい、そんなに食べて大丈夫？はい、どうぞ。ちゃんくんの君はよく食うマリオネットだな。ああ、でも僕もおかわり。ホタル、よその子が混じってるぞ。おい、ブラブラベリー、よその子とはなんだよ。よその子じゃねえか。ひどい。ホタルくん、君までそんなこと言うのか。はい、花ちゃん、おかわりどうぞ。ああ、マッチャリー。お前は本当は優しいマリオネットだったんだね。これっぽちかい。文句言わずにさっさと食べる。はい。ホタル殿はご在宅か。バイコ。あ、じゃねえや、今は彦田さんだった。すいません。構わぬ。下級の要件があって参った。はい、何でしょう。ホタル殿、ご面倒だが城までご同道願いたい。ライムたちもだ。よく来てくれた、オタル。はあ、で、ご用件ってなんすか、将軍様。その前に紹介しよう。こちらは、ニューテキサスのジョイ大統領閣下、シーアンのワン国家元首、ロマーナのヴィレイ国王陛下、そしてペテルブルグのアレク皇帝陛下、テラ2四カ国の首脳じゃ。これはどうも。俺、いや、私、マミア・オタルと申します、です。ホタル、何ペコペコしてんの。バカ、おめえらもご挨拶しろ。ほう、その3体が乙女回路を持つマリオネットか。なかなか美しい。恐れ入ります。今日こうして我々が集まったのは他でもない、ファーストのガルトラントの侵略のことですね。我がペテルブルグは残念ながらガルトラントの手に落ちた。そして奴らはその後何度かここジャポネスにその侵略の手を伸ばしている。今のところジャポネスは敗北を期していないが、家康公の死によって事態は予断を許さなくなった。わしが死んだことは皆すでに承知じゃ。この体にその記憶だけが残っておることもな。おそらくファーストはジャポネスが落ちれば次に我々の国のいずれかを狙うに違いない。そこでこうして集まったのだ。共に手を取り立ち上がろうと。なるほど。でもなんで俺たちを。
君たちはガルトラントに潜入しメインコンピューターを破壊したそうだな。はあ、結果的にはつまり君たちは私たちの誰よりもガルトラントに詳しいのだ。力を貸してくれ、間宮オタル君、マリオネット諸君。現在レオパルドはジャポネスまであと30キロの地点を進行中。到着時刻は200。どういうことだ、生き残ったのが俺たちだけというのはどういうことなんだ。ジョイ、よせファースト、落ち着くんだ。うるさい、離せ。これからどうする。シャトルのシステムはかろうじて生きている。通信装置を修理してメソポタミア号にアクセスしてみよう。それしかなさそうだな。たった6人じゃどうしようもないぜ。よし、早速取り掛かろう。ローレライ、ローレライ。ファースト暗殺？最後通告はする。だがそれでファーストが引き下がるとは思えん。暗殺の手段は任せる。それはオタル君、君が決めたまえ。ちょっと待ってくださいよ。それじゃあオタル君にファウストを殺せって？無論、君たちにも協力をしてもらいたい。ふざけるな。そうです、オタル様に人殺しをしろだなんて。人殺し？オタルが人殺しするの？やだ、そんなのダメだよ。馬鹿げています。これは争いで血を流さないための方法を考える会議ではないのですか？万策尽きたのだ。もはやこれしか方法はないのだよ。分かってくれ。血を流さない。オタル、君はジャポネスの英雄なんだろう。だったら英雄らしく振る舞ってほしいものだな。血で手を汚さない英雄などいやしないのだよ。それに暗殺に成功すれば今まで以上の英雄になれるんだよ。今度はテラ2全土の英雄にね。それに対して我々も最高の栄誉を贈ることを約束しよう。大丈夫、君ならできる。やってくれるな、オタル君。帰るぞ。帰る？どういうことだ。まだ話は終わっていないぞ。寺小屋でさ、ん？俺あんまりちゃんと勉強したわけじゃねえけど、その話だけはよく覚えてるよ。メソポタミア号を脱出して生き残った6人の男たちがみんなで協力して本当に力を合わせてお互いを支え合ってそれぞれの国を作ってったって。それで今のテラ2の繁栄があるって。あんたたちは何代目か知んねえけど、その6人の末裔なんだろ。お互いを支え合ってきた心はどこへ行っちまったんだよ。その我々の連帯を壊したのがファーストだ。君は忘れたのか。奴は家康公を殺したんだぞ。だから殺してもいいのか。みんなして寄って戦ってよ。あいつを殺せばそれでいいのかよ。オタル君の言う通りだ。あなた方がやろうとしているのは罪を罪で消し去ること。そんなもの何の解決にもなりませんわ。マリオネットは黙ってろ。何もわからんくせにこの機械頭が。おっと、本性を表したね。でも言わせてもらえば、あんたらがやろうとしてることはあんたらのバカにしてるマリオネット以下だぜ。貴様ら、行くぞみんな。あっ
最新鋭のセーバービーストレオパルド、パワーもスピードも段違いですな。戦いに心など不要だ、マミヤ・オタル。乙女カイロはいただいた。乙女カイロ、それさえあれば助かるのか、ローラ。わかった、必ずそれを作って君を迎えに行く。君が生きていることさえ分かれば、どんな苦労だって辛くはない。待っていてくれ。力を落とすな、ローレライ。諦めちゃダメだ。俺は必ず君を迎えに行く。もし俺の代でダメなら2代目、それがダメなら3代目、4代目。誓うよ、ローレライ。俺は必ず君を迎えに行く。必ずだ。分かったわ、ファウスト。待ってる。たとえそれが100年、いや1000年先になろうとも、私を待っています。ローレラ、ファウストめ、なんて化け物を作りやがったんだ。
ライムゼリーフラットビー、ほら離せ花形。ダメだよ、殺されちゃうよ。オタル君、オタル逃げて、逃げてください。オタル様、逃げろオタル。おめえら置いて逃げられっかよ。なんだ、何が起こった。電磁波です、異常な電磁波が。ライム、しっかりしろ。ジェリー、ブラッドベリー、メソポタミア語。